水野忠重、水野忠重は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、水野氏当主、三河狩谷城、狩谷城及び小川城主、後に伊勢神戸城主。実施、お題の方は、徳川家康の聖母で、家康のお父にあたり、徳川二十将の一人にも数えられている。天文十年、1541年。 終わり国地多軍を治めた国人領主、水野忠政の旧男、罰子として誕生。関西重州諸家府以下、関西府によれば、母は忠政の形質である、大川千本綱の幼女。署名は忠勝、はじめ水野家総領であった、伊賀兄、水野信元に仕える。信元が、織田信長に属したので、信長の陪身となった。A6 万年。 1558年のオア・リョは岩瀬での戦いに参加。一番にやり合わせをして相手を突き崩し、兄、正し分に譲って首を取らせた。信長はその話を聞いて、自ら首を取るよりも優れた行いだと感心したと言う。A63 年、1560年の狩野ヤ1八丁縄手の戦いでも軍功を挙げたという。A64 年、 1561年、三河岡崎城の松平元康、徳川家康の参加に入った。同年の春、清須同盟によって、小田氏と松平氏が同盟で結ばれたとはいえ、信元は一貫して、信長に属しており、この頃に正しげだけが信元から離れて、老いである、元康、家康に属したらしい。本庁津岸ではこの理由を兄弟夫婦によるとして、関政府でも、 何との不和により、三河国は静かに湿居していたとされている。A66 年、1563年から翌年に、かけての三河一向一揆の鎮圧で先行を挙げた。八面六尾の活躍で、坂井正鹿が籠もる西尾城を救援して、一揆軍の勇者、馬バ場バオットを討ち取り、上和田城の合戦では、一揆方となった蜂谷定時と戦って取り逃がしたものの、 小豆坂の合戦では、安城の細縄手で、一気軍大将、石川新七郎を打ち取った。武田信玄の駿河信仰に降応して、徳川勢も信仰を開始すると、A62 年、1569年正月、入瀬山に陣を敷いた。今川氏真が籠もると、遠見掛川城の攻撃に、加わり、1月21日の天皇山の戦いで、 今川方の伊藤武兵、大谷七十郎を討ち取った。元気元年、1570年、小谷城の戦い及び、姉川の戦いに従軍して先行があった。元気三年、1573年12月22日、三方ヶ原の戦いで軍功を表し、家康より、兜とと鎧を賜った。これは、家康の影武者を務めたためではないか、と考えられる。 天正二年、1574年、家康は、とう海犬井城、犬井城を攻めたが落とせずに軍を治める際、帰って、天の影つらの反撃を受けるが、忠重と大久保忠代が伝軍を務めて、無事に帰還した。天正三年、1575年、武田勝頼が、三河吉田城を襲った時、忠重が城を守るが、 出撃して交戦した際に右肩に鉄砲玉を受けて、負傷し、弾が肉に止まって出ない状態で、左に槍を持って、指揮を続けた。しかしこの傷のせいで次の長篠の戦いには参戦、できず、家臣の水野清久、正重を代理で参加させたという。同年、信元が武田氏との内通の権利、美の岩村城の秋山信とに、 兵糧米を売った容疑をかけられて、岡崎へ逃亡したが、信長の命令で家康は新元親子を自害させた。関政府では、佐久間信盛の残言とされるが、これは、信元の狩野城が信盛に与えられたことから生まれた、憶測という。天正七年、1579年より、およそ3年間、家康は、たびたび皇天神城を行為したが、 忠重は、その都度戦い、しばしば先行があった。天正八年、1580年8月、佐久間信盛が、織田家を追放されて、三河狩野城も没収されると、忠重は信長より、狩野城を与えられ、9月23日に入城した。関政府では、信元の冤罪が明らかになり、信長が食いて、忠重を招いて、水の家を継がせたとする。 水野家当主となったことで正しげは、信長の家臣となり、織田信忠の軍団に組み込まれたらしい。天正九年、1581年1月4日、信忠の命により、同族の水野森高と共に、横須賀城の番手として派遣された。この後、家康の皇天神城攻めに加わり、たびたび信長に報告。1月25日付で、信長より、 細々とした指示を受けている。この時の正しげは、工場軍の目付か軍艦として、徳川に付けられたものと思われている。天正10年、1582年2月、信忠の公衆征抜に従軍。武田滅亡の後に、信長が内戦する途中、三河にて信長を共応している。同年6月、本能寺の変が起こると、信忠に従って、明覚寺。 二条五神像にいたらしいが、難を逃れて、京都に潜伏。脱出して、6月11日に、三河国カリに戻った。関政府では、家康の元に戻ったとされているが、これは間違いで、北畑信夫に属し、織田信夫文言長によると、忠重は、カリ小川のほか北伊勢にも、所領を持ち、都合一万三千貫分を領するとなっている。ただし、 家康の実の王子という立場でもあって、従属関係は複雑であった。天正十二年、1584年3月10日、橋場秀吉は、信夫法の水野忠重、庭室に、高木貞友とも等を、家臣として招くが、応じなかった。同月、小牧の戦いに信夫方として従軍し、13日、古、勝成は、伊勢神戸城の救援を命じられ、忠主は、 信夫に中殺された岡田重隆の弟、岡田義道の子もったを攻撃し、これを降伏させ、も攻略した。長久手の戦いでは、4月8日、岡部長森、大菅康隆、坂木原康政、本田広隆、庭継と共に、織田、徳川連合軍の先手を務めた。小畑城で軍議の後、翌朝未明に、三好秀治の本人を襲撃して改装させた。6月、 カニエ上戦でも、庭棺と共に活躍した。10月に秀吉は、織田信夫のこもる桑名城を表したが、忠しらは固く守って、これを退けた。桑名退陣中、着難の勝成が、忠しの家臣、富永半兵に、残言されて、父に罰を受けたと言って、これを殺害した。小牧でこの弁明を受けた忠しは許さずに、追放したので、勝成は、 諸国放浪した。十一月十五日、信夫が秀吉と単独講和して、秀吉の進化となったので、忠重は売身の身分となった。天正十三年、1585年二月、秀吉が再風めの軍を起こすと、信夫から同月十二日に出陣の命令を受けている。時期は、はっきりしないが、この頃に忠重は、 秀吉の直進となったようである。9月、秀吉に、摂津豊島軍内の神田728国の画像を与えられているが、関政府ではこれを勝成への扶助とする。秀吉は、桑名大臣での働きや、他年の功績を評価して、石川和正と同じ無者不業とした。天正十五年、1587年の九州の役に参加。同年七月十九日、 十五位した、泉守に助任されて、豊臣生を賜った。天正十八年、千五百九十年の小田原の役では、二百五十期を率いた。同年九月四日、伊勢神戸城四万国に違法された。文禄元年、千五百九十二年、文禄の役では、松浦古事記の記録に、名古屋ゴルスバン人衆の中に、水野泉守の名があり、非前名古屋城に、 在陣した。文禄三年、1595年、伏見城武神を分担。経緯や理由は分からないが、同年に、再び本領、三河刈屋城主に戻され、当代期によれば国高は二万国とあるので、減俸になったようである。慶長三年、1598年8月、秀吉が死去すると、異没左文字の刀を受領をした。慶長五年、 1600年、家康の合図征伐には、このカツナリが従軍し、三河国に泊まる。7月19日、三河国池小船において、浜松から越前府中の診療に帰る堀尾義春を、艦隊して、主演を模様した際、同席した、加井和持、忠房と口論になって殺害された。年兄、信元と同じ三河寺の水の家の霊病に、 葬られたが、このか成が、追善供養のために混流した広島県福山市の県中寺にもはかがる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。